おはようございます。ここどこですか？あ、すごい光が。ちょっとちゃんとした巻き方でいこう。これがネイルとか。あ、ええ、本当だ、本当だ。暑いな。東京28度だそうです。お、夏日ですね。夏日ですよ。まさか階段登るんですか？はい。さあ、いよいよ。おお、すごい、すげえ、すげえ。行きましょう。でも16キクモーションあるんだ。あ、本当だ、これだ。しかも見て、四つ葉、四つ葉ってもあるし、これこれ内閣の、本物やっぱり国なんだよ。そうですね、あと大悟さんも、大悟ちゃんだ。これはこれもう昔からあるやつやでも全ての家紋が入ってる。でもあれなんですね、なんか企業さんとか、うん、ここに世話になってる人の間入ってますね。この竜なんですけども、ほう、見ていただきたいのが、かっこいい。普通の竜は3本なんですけど、こちらの竜は5本。お、僕それ八木さんから聞きました。3本4本5本指の竜の違い、どっちかが上でどっちかが下。3本の指っていうのは一般の人を守るって言われて、4本あると位の高い人って言われて、5本っていうのはもう王とか天皇を守る竜って。じゃあこれまさにもうだから天皇家のマークあった。全然違って、うわ、冷て、井戸水だ。この裏にあるマナイの御神水っていうのが体にいいと言われているらしいです。なるほど。あ、ほんとだ。こんにちは。これはやばいですよ。これが行きの車で言ってた変わった鳥ですね。どこの方？男性は左、はい、女性は右、はい。気持ちがいい。ありますね、距離が。そんな簡単、そんな簡単には近づけさせないぞっていう。すごいな。書いてあります。これより先は特別な御神域となります。無断での立ち入りは禁止させていただきます。ああ、神様の聖域なんですね。へえ。ここまで入ろうと思えば入れるんです。あ、この中に。言うと、あ、なるほど。うん、ここの左右にある石なんですけど、水の木と火の木があって、うん、こっちは冷たいんですけど、こっちは暖かいんです。え、触ると、うん、本当に？嘘です。早い、早い、早い。こっちは暖かいんですよ。でも、ポカポカになってますね。うん、冷たいです。日によってね、日によってね、日によってそういう日もあります。今日はそういう日。日によってだったらもう日によるよね。でもムー大陸って書いてある。え、本当だ。トワセチカムー大陸の、絵文字の一つ、神の四大元力を表します。ここでは
神の左右の回転のエネルギーの違いを体験していただきます。だからどっちもプロペラみたいな形なんですね。入れなかったですけどね。行ってみます。このマーク、はいはい、わかります？このマーク、ん、おう、無限大のマーク、本当だ。ここを歩くことによって、うん、こうなんか 歩き方があるんですよ、はい、その歩き方で歩くと足が悪かったご高齢の方が、うん、足が良くなったとか、ご利益があると言われているんですね。僕痛風です。あ、痛風ももしかしたら、まあ、ちょっと聞いていただいて、はい、正しい歩き方教えてくださると思うんですけど、こっちです。これは後ほど、はい、どう感じるか、早友さんがどう感じるか、 OK、 ここです。ここですね。大地の、親神様につながる、聖域になっております。ここでは大地の偉大なるエネルギーを感じていただきます。一説に地底王国シャンバラ、本当だ、はい、なので あのあそこに立っていただいて、うん、シャンバラとつながっていただくと、よし、どう感じるのかなっていう、つながってきます。すごいね、あれだね、ワンピースのシャンバラみたいな。どうですか？全然分かんなかったですけど。で、本当冗談抜きで言うと、これ勝手に上がっていいのかな？これのここまでは、ここか。ここまでは安心感があるんですよ。なんですけど、こっから同じなんですよ。地面の硬さも同じだし、下にも多分普通に地盤があるんですけど、安心感がなくなるんですよ。なんか下にすっぽ抜けてるみたいな、あ、恐怖心が湧いてくるから、どっちかというと下にこうやってグーッと引っ張られてるようなイメージが出てきちゃって、あ、でもそんな感じなんじゃないですか。なんかそれがちょっと怖い。怖い。だから地底王国につながってるって書いてあるからね。ですね。なんかだから地底王国につながってるのか、なんか何かしら下に引っ張られるようなイメージがつくから、そういう伝説が生まれたのか、どっちかわかんないですけど、確かにここだけすごい恐怖心が増します、ね、マジで。ちょっとぜひぜひ、ほら、つ落ちる、感じちゃったじゃん。いや、わかるわかる、来てみる。いや、これ本当エレベーターでスッと落ちるかも、感じてる。ほらほらほら、私は何にも。ほら、でもそっから大丈夫ですよね。いやいや、そんな、いや、ちょっと避難中行ってみてくださいよ。どういうあれなんだろうな、確かに不安定な、わかんない、わかんない、わかるかも。ほら、ただ石が斜めになってる、まああるね、うん、それもあるんだけど、それも相まってそう言われるかも。ちょっと無防備感は出るよね、うん、でも手前から数えて3段目まで大丈夫でしょ。ちょっとあれかもね、チンサムロードと似てる原理かもね。あ、かもしれないですね、うん、よかった、うん、みんなに分かってもらえた。さあ、人が増えてきましたね。
どうでしたか？治りました。お、痛風が。行きます。はい、はい、で反対の手の携帯電話、携帯電話を左手に持ってください。で行きます。はい、はい、でこの携帯電話の上にこちらを乗せていただきます。ただ乗せるだけで行きます。おお、すごい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 、同じ力入れてるのに。そして最後、富士朝山大神宮という言霊がございますので、そちらを親指で押さえていただいて、はい、はい、いきます。あれあれ、乗っけた時が一番開かなかった。どうでした、力の入り具合。うん、やっぱり、うん、意識だね。、うん、でも意識が変わるんだろうな。うん、そういうことだろうね、すべてのことは。うん、面白い。面白い。ありがとうございます。はい、これはあれなんですか、どういうふうに変わるのが正解だったんですか。お守りステッカーになりまして、たくさんのものが電磁波を出てきていただく、エネルギーをいただいてるんですね。はい、でこの富士朝山ダイビングという言霊が一番パワーがあるので、しっかりと力が入りやすくなるんですね。ああ、なるほど。多分。持たない状態だと強いと思うんですけど、そうですよね、もっと強くなる、入りにくくなる。あ、にくくなるんですね。携帯電話の電磁波の影響があるので。あー、なるほど、ありがとうございます。